JDET, j デ e ド X, JDET Omega はアートマン21が開発しているテキストエディタソフトウェア。Mac OS 用テキスト編集ソフトの定番として Mac OS 7 X 時代から続く歴史のあるソフトである。クラシック Mac OS, m a OS 用のテキスト編集ソフトとして定番的な存在。アプリケーションの開発者やウェブコーダー、作家、 編集者まで利用者層は幅広い。クラシック MacOS 時代は JDET という名称でバージョン1から4までが存在した。JDET4 でカーボンアプリケーションとして MacOS X に対応。2001年3月には CD-ROM 付きの解説書 JDET s u p e r m a n u a l Official Guide がラトルズより販売。MacOS 1専用としてココアで開発された j d e x から バージョンのナンバリングをリセットし、JDET X 1.0としてリリースされた。JDET X からはプラグインがリリースされ、ユーザーが好みに応じてプラグインを追加、削除することで多機能エディタとして活用できる。利用者の声や不具合対応を積極的にサポートしているらしく、マイナーアップデートの頻度が著しい。しかし、マイナーバージョン番号のポリシーは特にないようである。 どのような改変、改良が行われたとしても必ず0.01ずつバージョンが上がるという特徴があるが、その分マイナーバージョンによる機能性の変化、違いなどが把握しづらい。当初からエディターの中では早々とユニコードに対応したり、現在の JDET オメガではデータの相当でも基準となる言語を選べたりなど、多言語エディターとしては他に類を見ない機能を有している。 姉妹エディタとして日本語原稿執筆に特化し、かつアウトライン機能に E ープ部出力機能も備えた歯衣がある。J-RED はパソコン通信ソフト JATARM の付属的ソフトとしてフリーウェアとしてリリース。フリーソフトウェア対象アプリケーション部門賞を受賞し、その後単独のアプリケーションとしてシェアウェア化。J-RED には u g ックフリーウェア。 シェアウェアアワード国内フリーウェア部門第1位を受賞。JDET3、MacPower Product of the Year 2000、ソフトウェア、読者賞を受賞。JDET4、MacFarn MVP 2000ソフトウェア部門賞を受賞。JDET4 ではカーボンにて、MacOS 10ネーティブ対応。MacOS 10専用として開発された、新生、JDET は、すべてを、コココアで作り直し、名前は、 JDET X と変更。新たに JDET X 1.0とバージョン番号を仕切り直す。2005年、JDET X Rev 1.29にてユニバーサルバイナリー化。Intel CPU を搭載した Mac でもネイティブに動作可能となる。2006年、これまで単体アプリケーションとして開発されていた HTML エディタジャチェッカーを JDET X のプラグインとしてリリース。 JDET-X のテキストエディタ機能をそのまま使いながら HTML のチェック、自動修正などが可能となる。2008年 JDET-X のメジャーアップグレード j d e t x r e v 2をリリース。タブによる複数書類編集機能、ファイルドロワー機能、入力保管機能、スマートインデックス機能など多数の機能を搭載。2009年 JDET XLEV2 用プラグイン JALIFX をリリース。JDET X で編集中の2つの書類の際を分かりやすく対象表示可能。MacOS 10のタイムマシンバックアップ書類との比較も対応。2011年1月6日、m a c a p Store 公開とともに m a c a p Store 版 JDET X Standard をリリース。基本機能はオリジナル版と同じだが、 プラグインによる機能拡張にミタ用。二千十一年三月二十一日、J レッド X プラスをリリース。J レッド X スタンダードにジャテッカー X とジャディフ X を最初から組み込んだバージョン。二千十四年十一月二十七日、Mac App Store 版 J レッド X の公開を中止。Mac App Store 側のレギュレーション変更に伴い、J レッド X に。 大幅な書き直しが求められたため、ウェブ版は今後も利用可能。また、m a c アップストアで購入したユーザーもライセンス登録なしにウェブ版を利用可能。2017年8月4日、JDET オメガがリリース。j d ッ t に以降、シェアウェアとしてリリースされてきたが、JDET オメガは基本機能は無料となり、プロデュースド版のライセンスコードを購入して入力する。 ことで、すべての機能が利用できるようになった。2020年11月25日、ユニバーサルバイナリー化で、M1Mac および m a x 1 1ビッグスールに正式対応。2020年9月11日、Mac App Store 1 JDET o m e をリリース。機能は、ウェブダウンロード版とほぼ同等。主なプロデュースド機能ページ表示ページ表示、ウィンドウ表示の切り替え可能。ページ表示時は、 原稿用紙のような形線表示などユーザーが任意に形線をデザインできる。タブ1ウィンドウ内に複数の書類を同時に展開できるタブ機能。タブの移動や分離、ダブルクリックによるタブの独立ウィンドウ化などが実行可能。JDET XLEV により搭載。ファイルドローファインダーの一つのフォルダをドロア上に表示することでファインダーと切り替えずとも簡易に。 ファイルを開くことが可能。jdet, xrev により搭載。jdet, omega では未搭載。キーバインドショートカットキーの編集可能。エンコーディングユニコードなど多数のエンコーディングに柔軟に対応。正規表現正規表現による検索、置換に対応。正規表現エンジンは鬼ニを搭載。正規表現の構文は Ruby ほか8種類の構文から選択可能。 検索、置換同時に、複数の単語を一括検索、一括置換可能。複数のファイルにも対応。入力保管機能公文カラーリングをもとに入力を自動保管。プリフィックス編集プリフィックスの付加、除去などに対応。カラーリング公文カラーリング対応。公文カラーリングの設定をファイルとして書き出し、読み込みに対応。ライブラリーとして、アートマン21の ウェブサイトで公開されている。Apple Script Automator 作業自動化のために Apple Script とオ u t o m a t o r をサポートする。JHTML は Apple Script で開発されている。スマートインデックスメニュー JDET-XLEV により搭載。半自動的にインデックスを作成する機能。ブックマーク書類内のブックマークを記録、管理。タブで表示される。 金属処理行頭金属文字、行末金属文字などを任意に編集。スポットライトメタデータ対応、MacOS 10 Tiger より搭載されたスポットライトに対応するメタデータを任意に編集。ウィンドウ属性の保存ウィンドウサイズ、ウィンドウ1、スクロール1とキャレット1などのウィンドウ属性の保存対応。リッチテキストの HTML 保存リッチテキスト書類を HTML ファイルとして保存対応。テーブル作成新規テーブル作成。CSV ファイルを読み込んでのテーブルタグへの変換など。リスト作成新規リストタグの作成。HTML の実体参照著作権。表示記号コピーライトを HTML 用の表記コピーなどに自動変換機能。URL からのファイルをオープン URL を入力。 またはブラウザから URL をドラッグドロップで該当のウェブページの HTML を直接開くことが可能。ブラウザ確認任意のブラウザでの閲覧確認。ブラウザの登録も可能。不可し文字の印刷不可し文字の印刷に対応。JDET Omega の対応フォーマット JDET X には編集補助用アプリケーションが付属されている。JDET X。 JDET x レ e v 2ではプラグインによる機能拡張をサポートしている。Windows ユーザーのための MacOS 講座第3回オンラインソフトを選ぶ。2021年1月10日閲覧。http://www.artman21.com スラッシュオールドプロダクト JDET4 インデックス、HTML マルチメディア時代のパワフルエディター、j d e d 4.0。アートマン21、2021年1月10日、閲覧。高橋明、吉沢徹氏、松本聡氏。JDET スーパーマニュアルオフィシャルガイド。株式会社ラトルズ。ISBN4 から899770073。j d e d X 改定履歴。 アートマン212021年1月10日、閲覧。HTML 作成支援。プラグインフォー j レッド x アートマン212021年1月10日、閲覧。ハゴロモ日本語リッチテキストエディタ。アートマン212021年1月10日、閲覧。ありがとうございます。